トゥバタハ岩礁海中公園はフィリピン諸島の南西にあるパラアン島の東の岩礁とサンゴ礁を保護する目的で設置された海中公園。1993年フィリピン初のユネスコの世界遺産に登録され2009年に登録範囲を拡大しトゥバタハ岩礁自然公園となった。トゥバタハ岩礁海中公園は2つの岩礁と大きなサンゴ礁からなる。 サンゴ礁は東南アジア最大とも言われる。カツオドリやウミガメなど海洋動植物の宝庫でもある。近年はダイナマイトを使用した漁法が行われている。このためサンゴ礁への破壊が心配されており、環境保全対策が急がれている。2013年1月18日、アメリカ海軍の総海艇ガーディアンが公園海域で座礁。 乗組委員79人全員が領管へ退避する事故が発生した。フィリピン政府はこの事故で1000平方メートルに及び3後症が損害を受けたと推定している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。米海軍総会館が世界遺産干渉で座礁上院隊非フィリピン南西部。 CNN ニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュワールドスラッシュ 35027110.html2013 年1月20日閲覧。ありがとうございます。